おやおや、皆さんと私どもでしたら先日も取り決めをしたばかりですし。その前に、久しぶりね。ええ、久々の再会。できれば別の機会にしたかったけど。ええ、と言っても表の世界じゃないわ。私と彼女は裏方面でのデビュー時からのライバルでね。8年前、同じく先代から継ぐため見習いとして活動してた頃に出会って、立場の違いはあったけど、時に対立し時に協力し高め合ってきた。同い年のライバルで、間違いなく戦友だったと思ってる。懐かしいな。お互いの背負っていたものについても相談し合ったりしたよね。でもあなたはもう一つの世界でどんどん輝くようになっていって、嬉しく感じると同時に、どこか私だけ取り残されたような気分にもなったわ。だからクロスベルであんな道を選んだっていうの？ううん、違う。あの場所はそれとは関係ない。好きでしかない私が、あなたやあの人みたいに輝くことはできないけど、たった一つの舞台を高めるという喜びにどうしようもなく取り憑かれてしまっただけ。あなたが映画にかける情熱と同じように。ほんとずるいわね。あんたは昔から勝手に自分を決めつけて、勝手に新たな道を選び取って。ええ、だからこの機会に私が新たに得たものを見てもらう。そっちも確かめてみなさい。ええ。熱くさせてくれんじゃねえか。チャオ。ラッシュの。じゃ。チャオ、お帰りね。全力で行きます。我が計略見破れますか。上等だ。ブーストチャンス決めるわよ。ドライブ開始よ。シャードブーストの攻撃だ。我が検索をご覧あれ。月門断行チャンスよ。ブーストがおすすめだよ。バトンタッチよ。お任せください。ガンガン行くぞ。受けて立ちます。そい、頼んだぜアニウス。アーロンさん、どこからだ。お願いします。ネッカブン頼む。どこだ。影決まりの手。
続く。覚悟を決めた。セイフ。ダンダライスレイダー。ボン！行くぜ！クルーブースト全開よ！こいつは効くぜ！上げていこうぜ！砕けろ！チャンスです！頼んだぜ、アニス！照らせ！プレアディスレイ！させません！シールド展開。お返しだ。良い度胸だ。これならどうだ。上げていこうぜ。これならどうだ。エルガルトさん。熱き炎よ、我に宿れ。狂気シールド展開。赤き刃よ、貫け。フィーバータイムだ。バトンタッチだ。主役の出番ね。受けて立ちます。ワイライトキッ、なぎ払え。チャンスです。ウッソレル最大です。手加減のようにこそ前の歌詞です。レイジングバスター。スタンダー。任せよ。テンテンテイインキヨンキオンコンハンロクナーサー。ヒューだ。さあ、ここからが佳境です。ブーストゲージだった。侮るな。お願いします。我は影。本領命令せずに。この程度なら。それ、頼んだ。宝物に出る散りゆく花に別れを。元老武道。踊りましょうか。せっ。粘りますね。頼んだ。広がるの見切れるさ。まずいな。息が乱れてるわ。こいつは気づいた。砕けろ。黒き刃よ、蝕め。逃しません。切り刻め。狂気爆破。暗鬼加減決まり。ここは任せよ。頼んだ、アニエス。それ、いや、続いてください。
そうとしようか。なぎ払え。フルがゆらゆら。行くぞ。早く傷を癒さないと。まだまだ。は？悪いな。進行展開。やっ。要素は全部だ。チャンスです。そう、三段です。思いっきり行きなよ。何が当たるよ。照らせフレアディスレイ。油断しました。どうやらバンさんのところで。あんたの月下の費用。はあ、この戦力差でそこまで粘り切られちゃうなんて。用意していた負を全て使って。ジュディスはどう？たく。お、強かったわよ本当に。見違えるくらいに。なあ、もう例の先輩ってのは本当に腹が立つわね。太陽だか不死鳥だか知らないけど。ちょっとあなたと似てるところもある人だけど。チーム、ヘイユエ貿易。